おはようございます。やんちゃです。2024年9月18日水曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。やれやれ、雨ですね今の時刻は4時半とかなんですけど、なんかちょっと今日朝からちょっと仕事をし始めたら、なんか離脱できるタイミングがなくて結局夕方になっちゃった、撮るのが。そしたらなんか雨降ってきた。はあ、この後ずっと雨かな今日、そんな気がする。どうでしょう、どうですか23時ごろ雨が止みます。だって、うん、明日も雨、明後日曇りで、で来週なんかずっと雨っぽい、ほう、なんかそういう感じっぽいですね。ほえー大変だほえー大変だじゃないそうです、やれやれ。今日なんかあれなんですよね、あの渋谷.rb っていう、あのプログラミング言語 Ruby の渋谷界隈で働いてる人たちのためのコミュニティのミートアップがある日だったんですけど、なんか結局もう今日出社してないし、無理そう行くの渋谷.rb のためだけで渋谷行くのやだな。ので、はい、ちょっと今日お休みします。なんか月に1回なんですけど、このミートアップ、なんか前回から今回まで間が短い。前回月末だったからかな、ちょっとわかんないですけど、もう1ヶ月経つかみたいな、はあ、早いもんで、もしかしたらもう1ヶ月経ってるかもしれませんけどね。はあ、はい、まあそういうコミュニティのミートアップって別に休んだからって来なかったじゃんみたいなことにはならないんで、はい、スッとキャンセルしました。はあ、ただね、あのキャンセル処理をしとかないと、あの名簿を使って入り口でなんか鍵を開けてくれる人とかがいるかもしれないんで、なんだっけな、どこだったっけな、 DNA さんかなんかでしたっけ、なんだっけ、スクランブルスクエアっていうビルが会場だった気がするけど、もしかしたらあんま行ったことないかもしれない。何度かデカめのミートアップとかで行ったことはあるかもしれない、カンファレンスとかで行ったことはあるかもしれないですけど、ミートアップみたいな催しで行ったことはないかもしれないから、まあ行ったら面白かったんでしょうけどちょっとさすがにもういいや今日は。はい、というより、なんかここ数日本当コアキーパーのやりすぎでちょっと体調悪くなってきた普通に昨日コアキーパーを何時までやってたでしょう。ちっ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 、はい、5時ではない、はい、でも4時ですそういや昨日あの後っていうか、昨日って夜だっけ撮ってたの、もう分かんなくなってきちゃったね。はい、昨日は昼だった気がする。昨日ね、夜1時ぐらいね、もう寝ようって思ってたんですけど、ちょっと待って、昨日の回は記憶がない。昨日何の話してたっけ、いつ、昨日はわしは超客観的存在みたいなやつを、はいはいはい、なんか夕方近く昼だな、昨日は昼ですね、もうなんか記憶が記憶がないんですよもはや。はい、昨日ね1時ぐらいに寝ようと思ったんですけど、ちょっと拠点の様子をみたいな感じで見たら、またなんか拠点の模様替えしちゃって何だっけ、さまざまな商人たちが自分の拠点に引っ越してくれる
ようになるために部屋を作ったりするんですけど、そういうのをやったりとか、あとはさまざまなタイプの鉱石、石がそのコアキーパー世界に存在するんですけど、それを自動的に掘ってくれるドリルの設置とか、そのドリルを作るための石をドリルで量産することに成功したので、これでドリル増やし放題じゃんと思って、増やし放題になったドリルを使ってドリルを作ってちょっと待ってドリルを作るための石をドリルで量産して、でドリルを量産したと。でそのドリルでさらに上位の石をたくさん掘る仕組みを作ったみたいな。でそんだけたくさん石が掘れるようになってくると、その移動のためのギアとかも作れるようになるんで、なんかスーパーカーみたいなやつを作って、あのドリルで掘った石を回収しに行く速度も上がったし、なんかインフラが整ってきたあとやんなきゃいけないのは木材ですかね。3種類ぐらい木材があるんですけど、3種類の木を植えて伸びてきたそばから自動的にドリルで切断して、ベルトコンベアで箱に自動的に入れるみたいなやつ、はい、それを組めばその起動してる間中ずっと木を生産し続けられるので、そこまで行ったらサーバーに引っ越したいですけどね。そしたら自動生産がね常に走るからいいですよね。多分そう、サーバーの仕組みがよく分かってないですけど、パルワールドだったらそうなるわけで、ちょっとその辺もね、はい、組みたいなっていうか、もうちょっと今日今晩やること決まったじゃんね木の自動生産、あとはモンスターを自動的に沸かせて自動的に消滅させて自動的に素材を回収する装置とかやりたいそのマイクラでいう経験値トラップってやつですかとかね。ただ基本的にはボスをあと4体倒したら終わりなので、さっさと倒しちゃえばっていう話もある、はい、その方がいいよね多分。倒しちゃってはいこのゲーム終わりってなるべきだよね。なんか長期的にコアキーパーの世界に住むための準備を進めてるかのような振る舞いをここ数日していて、そうじゃない、永住するつもりかみたいな早くこの世界を去らなきゃいけないのに、コアキーパーワールドを去らなきゃいけないのに、なんで永住の準備を始めたわしはあまりにも面白いからなんだよな。はあ、とはいえやっぱりボス全部倒したらもうやることなくなるので、はい、それをもって終わりにしたいですね。そうですね、はい、こんな感じかな。ちょっとじゃあ次の話ですが、なんか昨日長男が家に帰ってくるなり、なんか俺のマイナンバーカードはどこだとかって言ってて、え、何みたいな急にどうしたって言って、マイナンバーカードなんか何に使うのって言ったら、なんかマイナンバーカード15歳になると機能が解放されるらしいんですよね。マイナンバーカードって基本的にはなんだっけ、2つのパスワードがあるのかな、3つ2つか3つか、3つのパスワードがあって、で何パスワードと何パスワードと何パスワードだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、中に書き込んである情報を見るためのパスワードと、マイナンバーカードに入っている証明書を使って署名する時のパスワードと、あともう一つ何かのパスワードがあるんですよね。確かウェブとかで使う時用かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、それのうち署名に使うパスワードっていうやつが15歳までは封印されてるんですね。15歳までは署名に意味がないから署名させないみたいなそのじゃあ15歳からは意味あるのかっていう、なんか成人って今18歳じゃないですか。だから18歳から解放されるならまだわかるんですけど、15歳からどうやら
マイナンバーカードを使った署名に有効性が出てくるらしくて、でなんかその署名用パスワードを設定したいっていうから、まあすればって言ってごそごそってマイナンバーカードを出してきて、でマイナンバーカードを発行した時に作ったパスワードの書いてある紙も一緒に渡して、多分この2つ、あとは保険証とかも多分一緒に念のため持ってった方がいいと思うから持ってってって言って、あの渡して区役所に行かせましたけど、なんか無事に証明書用パスワードの設定ができたらしい、うん、何に使うんだろうねってそう、何に使うのって聞いたら、なんかペイペイを使ってるんですよね。で私もお小遣いあげるときは大体ペイペイであげてるんですけど、残高を。でペイペイの何らかの機能を使うのにマイナンバーカードで本人認証をしないとできない。多分友達間で送金とかをするのに使うんだと思うんですけど、送金とかねあんま送金とかしてほしくないけど、トラブルになるから。とはいえまあ15歳ともなれば、まあペイペイに入ってる残高分ぐらいの送金に関するトラブルぐらいは自分で解決できるやろと思ったから、まあいっかと思って、どうせ残高にチャージするのはわしが送金する以外の方法ないわけだし、うん、みたいな面白いこともあるもんですね。いやなんか小学生のうちから様々なアカウントとかを作っていると、そのでしかもちゃんとその年齢を生年月日を誠実に入れてると、そのアカウントがだんだんその機能が解放されてくるというのがあるんですよね。でちょうど今長女が13歳なんですけど、その Google アカウントを子どもの頃から使っていて、で Google アカウントって子どもの頃は機能が制限されていて、何をやるにも親がなんかよしってやんないとダメみたいな感じになってるんですよね。で13歳になるとなんか親から独立しますかみたいなプロンプトが出てくるそのあなたはもう13歳なので規約上は一人前の人間として Google アカウントを使う権利があります。で引き続き親のその監視下で使うこともできますが、その監視下から出ることもできます、どうしますかみたいなのが出てくるんですよね。面白いですよね。はい。でそれはもうなんかわしがなんか操作をするんじゃなくて本人が操作をするもんだから、結局どうなったのかわしはよく分かってないんですけど、まだそういうのも面白いですよねって思いました長男は2年前にその Google アカウントのなんか成人式みたいなやつ、式じゃないですけど成人の儀みたいなやつやりましたよね。無事に旅立っていきましたけど、なんかそれに近い形でワンパスワードのアカウントを今子供たちに配ってるんですよ。そのあまりわしが全てのアカウントを管理していて、でアカウント名とパスワードを持ってるんですけど、その断るごとになんかログインセッション切れちゃったからログイン入れてくれみたいな、もういい加減めんどくさいなと思って、いい加減めんどくさいので、みんなワンパスワードをスマホなりパソコンに入れて、でそのわしとパスワード保管庫をシェアしようと。でシェアするとわしがパスワードと ID とパスワードとその対象のサイトの情報をワンパスワードにもりもり転記していくと、手元のメモから転記していくというふうにすると、その保管庫をシェアしている子どもたちがそれぞれが自分のワンパスワードアプリを使ってそのパスワードを振るうことができるという感じになって、それ今まだに道半ばなんですけど、だいぶ動き始めたっていうか、うん、聞かれたらワンパスワードに転記してワンパスワード経由で使ってねっていうことにしてる。だから聞かれる頻度が高いものから先に対応するっていう感じですかね。はい。
やー、でもそうするとわしが管理しなきゃいけないものがどんどん手離れしていくっていうか、便利だし、子供たちは子供たちで自分たちの持っているアカウントのパスワードをワンパスワードを使って自分で制御することができるし、なんならうちから独立していく、おっとストップ、はい、うちから独立していく時が来ると思うんですよね、そのうち。まああと何年か、何年ぐらいですかね。あと長男もうあと多分 7、8年7、8年で独立していくことになるんでしょうけど、早ければ、いや遅くてもわかんないですけど、高校出たら急に出ていくぜとかって言うかもしれませんけど、そうなるともう出てった時に今まで使っていた様々なアカウントのパスワードとかをワンパスワードのアカウントごとその持っていくことができるじゃないですか。それ良くないですか、やっぱりそのシームレスに旅立っていけるわけですよね、うちから。はい、だからそういうのも今から準備しとかないと結構まずいのでやってるって感じですね。ちょうどなんか今そのワンパスワードの有料アカウントを会社が出してくれてるっていうか、会社でもワンパスワードを業務用に使ってるんですけど、それとは別に個人用のライセンスにあのファミリーアカウントみたいなやつの、サブスクリプションをくれてるんですよ。なので6人までかな、家族6人までまとめられるので、ありがたく使わせてもらっていると。だからこれが後々、まあ、そのわしのファミリーの、まあでも別にずっとファミリーでいればいいのかそのワンパスワード上は、だからわしのファミリーアカウントの傘の下にいる限りは無料っていうか、まあ有料なんだけど、有料プランがずっと使えるわけだから、これをずっと継続すればいいわけですよね、みたいなのをやってますね。はあ、でなんかそれにちょっと関係するんですけど、なんかそうですね、もうそろそろ私が転職してから9ヶ月ぐらい経つんですよ。で今働いてる会社に入ってきて一番のこう変化点というか、やってた仕事はそう変わらないんですけど、一番の変化点としてはあのドキュメントを書いたりするツールがノーションっていうツールになったことなんですよね。でノーションっていうツールになって結構慣れなかったっていうか、あの全てがデータベースですみたいなデータベースにレコードがあって、レコードの1レコード1レコードが記事になってますみたいな、そういう構造にできるんですよね。でそれをうまく使うみたいなのがよく分かってなかったっていうか、慣れてなかったんですけど、ようやく分かってくるとこれは結構いいツールだなって思い始めたので、ちょっと家でも使おうかなと思って、家の困りごとというかタスク管理とかね、タスク管理とか、あとその受験に関する会議とかをやったりした時の議事録の管理とか、そういう課題管理、タスク管理、議事録管理から、あとはその何ですか、資料をぶち込んでおくストアとして、もうそれだけで十分ですよね。あの課題、タスク、議事録、そしてドキュメント置き場としてなんか活用できそう。結構その定期的に議事録を勝手に作成するとか、あと定期的なタスクを登録しておくと、定期的に未完了のタスクがいつまでの期限ですって言って生えてきて、やべえ終わらせなきゃみたいなことができたりとか、結構なんか使えば使うほど便利そうというのが分かってきたので、ちょっと家にも、はい、導入しようかなって思ってます今。はい、でちょっと準備を始めました。こういう時に家族全員に Google アカウントを作ってあると便利そう、ノーションって Google アカウントでログインするので、 Google アカウントに対して招待を投げておけばもう使えちゃいますからね。はい、あとは今作ったうちの家庭用のノーションの URL をぶん投げて、自分の Google アカウントでログインすれば見られるからねって言えば済むわけで、超便利ですよね。だから何ですか、うちは
Apple アカウントと Google アカウントと Microsoft アカウント全て全員分あって、全てわしが管理してるんですよその情報システム部みたいになってて、はあ、でそれらのパスワードを管理するの本当にだるいんで、それぞれの Apple ID、Google アカウント、Microsoft アカウント、あとなんだ Steam アカウント、あと Nintendo アカウントそんぐらいかな。あとなんだ EA アカウント、あとなんだ原神のアカウントあとなんだそれも一人がやり始めると、なんか俺も原神やりたいみたいな感じになって、結局全員やるじゃんって言って、なんか全員分のだから10種類アカウントあるとしたら、それ3人分に水平展開されて、あの30個のアカウントを管理しなくなった時点で本当に辛いんですよね。はあ、なのでそれはパスワードを管理するのは、パスワードを管理するのにふさわしいシステムを使うべきであって、それがワンパスワードで、あとは、まあ、議事録とかタスクとかそういうのを管理するのに便利なツールがあったらそっちを使うべきであって、今 Google ドライブかなんかにいろんなドキュメントとか入れてるんですけど、 Google Docs とかに書いたやつを、まあ、Google Docs に書いたやつとかってなんですよね、もうそこにストアされちゃったらでも二度と開かないよねみたいな、なんか開くのに階層を掘ってって、ここのフォルダのここのフォルダのここのフォルダにあるやつだよねみたいな感じで開かないんですよね。もちろん内容を全文検索で検索して出してくるとかっていう風にして開きゃいいんでしょうけど、結構オーバーヘッドあるっていうか、まあ、だったらノーションみたいな形にまとまってる方がね嬉しいし、ノーションはやっぱりなんかあのメタデータをめちゃくちゃいっぱい、ね、いっぱいつけるのもあんま良くないんだろうと思うんですけど、メタデータを使って管理できるので、それを使って家全体の大統一データベース、議事録なら議事録っていう親データベースを作って、そこにそのチームスペースごとのなんかセレクターを作っといて、でそのセレクターでフィルターしたビューを各チームスペースに作ってやれば、わしは全体を見られるし、みんなはおのおののトピックごとのチームスペースのビューを見られるみたいな感じになるので便利、はい、みたいな感じで、なんか仕事じゃんみたいないや普段から家の情報システム部みたいな感じになっているので仕事ではあるんですけど、はあ、それをいよいよさらに一歩先へ進めていきたいなって、そうするとようやくわしのやんちゃクラブで言ってるようなタスクとかもノーションで管理できるようになるから、その今までなんていうんですか、挫折してきたコーヒーデータベースとか今まで飲んできたコーヒー豆の情報をあの保存する Google スプレッドシートがあったんですけど、もうすっかり更新しなくなっちゃってるやつ、ああいうのも統合できるしいいんじゃないか、うん、みたいな感じですか。はい、こんな感じかな。あと何かな、なんか昨日あれこの話したっけ、この話したしてない、昨日長男がマイナンバーカードのなんか署名用パスワードを作りに行くぜみたいな話をしたと思うんですけど、それとはまた別で、なんか長男が塾から帰ってきた後、なんか塾の帰りに団子を買ってきて、で団子買ってきたから月見するぞとかって言ってあ、中秋の名月ねって言って、わしが昨日やんちゃクラブで言ってたやつですね、はい、中秋の名月やりますかって言ってここの屋上で月見をやってました。昨日運よく雲が晴れて10時ぐらいですかね、10時ぐらいかなりよく月が見えましたね。なんかどんぐらい月がよく見えたか、なんかこの辺に一応カメラで撮った月があるから出しときますか、この辺に。
結構よく撮れた気がする。スマホだと全然撮れなかったけどただ単に光の丸みたいなやつがあるだけっていう感じになったけど、 FX30 で撮ったやつは結構いい感じで撮れたので、どうですかこれ、いい感じじゃないですかただ、まあ、もっと倍率の高いレンズがあれば、これ 200mm、 あ、じゃあ今刺さってるのは 11mm ですけど、昨日撮ったのは 200mm のレンズなので、何 300mm のレンズだったらもっとくっきりとなんか模様が分かるようになるんですかね、分かりませんけど、はい、ちょっとそういうのも、はい、やってました昨日はじゃあ終わろっかな、はい、じゃあバイバイ。